皆様こんにちは、なりわでございます。本日は、卒業をされた方々に向けての言葉をお送りしたいと思います。本当に今時期はまさに卒業シーズンでございますね。私の近所にも小学校が2つばかりあるんですが、そちらの方から午前中にね、何やらにぎにぎしくとっても素敵な音楽が流れておりまして、何だろうと思いまして、出てみましたらば、要するに卒業生を送るための音楽を流していらっしゃってたんですね。それを見まして、あ、今まさに時期は卒業シーズンなんだなと思いまして、それで、まあ、下はね、幼稚園から上は大学まで、そしていろんな分野での卒業を迎えられた方が、たくさんいらっしゃると思います。本日はそういった方々に、私が見つけました名言集の中から、そちらの言葉をね、卒業された方々にお送りしたいと思います。皆様、水戸部稲造さんってご存知でいらっしゃいますか？この方は日本のね、教育者の方でございまして、何でしょう、分かりやすいところで言えば、5000冊の肖像になられた方でございますよね。で、この水戸部稲造さんが昔日本の文化を外国の方に向けて、紹介するために武士道という本を、英語で書かれたものがございまして、それを、海外の方に日本の文化ということで武士道で、紹介をされていたのですが、それがあまりにも素晴らしい、ものだという内容がですね、とっても素晴らしいものなので、逆に、そちらを翻訳をしまして、今日本では子ども武士道ということでそちらの本が、発売出されておりますけれども、その方がね、おっしゃった言葉を卒業された方々にお届けしたいと思います。いかに苦しいことがあってもやけになるのは鍛錬の極みである。逆境にある人は常にもう少しだと言って進むといい。やがて必ず前途に光が差してくるとおっしゃっております。ということで、本日は、たくさんのご卒業を迎えられた方々、本当におめでとうございます。これからも、頑張って、前にと進んでくださいませ。ということで、本日は、短い動画ではございますが、卒業を迎えられた方々に送る言葉をお届けいたしました。なりわでございました。では。